ろしくね。邪魔よ。アークスの本拠といっても所詮はこんなものなのね。よく言えたものだね。ここまで入ってこれたのは誰のおかげだと思っているんだい？恩の押し売りは嫌われるわよ。それであの小娘は一体どこなのかしら。何、君がそうして暴れていればそのうちやってくるさ。それじゃあ僕は失礼するよ。ここまでのお膳立てをしたんだからせいぜい頑張るといいよ、ウジ虫。負け犬が高みの見物にしゃれ込むとはイライラさせてくれるじゃない。知ら、こんなところに迷い込んじゃったの？その目、あの小娘に似てるわね。生意気なあの小娘に。死んじゃうの？残念だったわね、お嬢ちゃん。恨むのならあの小娘を恨みなさい。来たわね、娘。フラリッサ、どう？各部位の損傷以上に未熟なため侵食状況が深刻だ。救う手段は介護と判断。あなたとリンクして浄化と修復を行えばどう？生存可能と判断。だが推奨しない。あなたの戦闘能力に支障がある。でもお願い、この子とリンクして浄化修復、それと行動補助による撤退を。最終確認。
違う。これは私からのお願いだよ、クラリッサ。大丈夫？よし、いい子だね。闇を消し去る伯爵クラリッサ、この子を持っていれば安全だから、慌てずに逃げて。でもお姉ちゃんは？大丈夫、お姉ちゃんはみんなを守るためにいるんだから。あんなゴミを守るために武器を手放すなんて、ほんとアークスはどうかしてるわね。あの武器があなたの支えで力の源だったんじゃないの？それを手放した今、あなたは何をする気なのかしら？まさか戦う気じゃないわよね。みんなが泣いている、傷ついている、悲しんでいる、苦しんでいる。私があの時あなたにとどめを刺していれば、こんなことにはならなかった。だから今度こそ間違えずに殺す、絶対に殺す、必ず殺す、間違いなく殺す。そう、私は戦いに来たんじゃない。私はあなたを殺しに来たの。抜かせ！これが10年前にあったというダークファルスの襲撃。きっと奥に彼女はいる。進もう。何があったのかを知るために。デルスエスカの撃退に成功しました。どいてなさいよ。無邪気協力に感謝します。どいてなさい。無邪邪魔よ邪魔よ邪魔よ 100% 当てる邪魔よ。無邪ぶっ飛ばす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 邪魔よぶっ飛ばす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 邪魔よ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 無邪邪魔よ邪魔よぶっ飛ばす無邪邪魔よ邪魔よ吹っ飛ばす吹っ飛ばす あの子が持っているあれはクラリス様、どうしてこんなところに。アークスさん、
お姉ちゃんが私にこれを貸してくれて、お姉ちゃんが一人で、私はもう大丈夫だから、ハクさんお願い、これ持って行ってあげて。あのお姉ちゃんを助けてあげて、お願いお願い。私はあなたの願い、最後に同化をする彼女、力私を届けてほしい。伯爵クラリッサの次元長と、その情報量と加護を受けた国家。面白い。お嬢さん、もう体は大丈夫なのかな。誰？アークスに組みするものだよ。それにしても幸運なお嬢さんだ。こんな状況で生き残れたのは君ぐらいのものじゃないかな。私だけ生き残った？みんな死んじゃったの？おそらくはね。お嬢さん、力が欲しくはないかい？力。そう、力さ。あのお姉ちゃんやみんなを救うための圧倒的な力が欲しくないかい？欲しい。勇敢なお嬢さん、君の名前を教えてもらえるかな？そんな武装でよく粘る。往生際が悪いわね、小娘。ほんと、自分にがっかり。
らまた失敗。ぬるくて使い慣れない武器だけど、ここまでなんてひどいな。この小娘、一体どれだけのポテンシャルを。どうしたの？チャンスなんでしょ？もっといっぱいダーカー出しなよ。全部殺してあげるから。見たかったのよ。私の演技もなかなかでしょ。隠してた甲斐があったわ。どうかしら小娘、これが私のアプレンティスの能力、魅了って言えばわかるかしら。さーて小娘、第2ラウンドと行きましょうか。ダーカー殺しのあなたはアークスを相手にどう立ち回るの？Thank you.
したの小娘。攻撃しなきゃ私は殺せないわよ。うるさい。あらあら、ひどいわね。お仲間に攻撃しちゃうなんて、ほんと人手なしなんだからね。えあなたたちもそう思わない？敵だ敵だ。敵から守らないと。やめて。私はアークスを守るために。あっ！生意気なね。まだ殺すにはふさわしくないのね。もっともっと絶望してもらわないと私が楽しくないじゃない。ダメ、殺しちゃダメ、それだけはダメ。私はアークスをみんなを守るために、みんなを。みんなを守るのはなんで？みんなって誰？こんなに傷つけられて、それなのに私が守ろうとしているみんなって何なんだろう。みんなを守る、それって私の意志なのかな。
どうなってるんだこれは。このダークファルスは何なんだ。なんだ、私バカだな。こんな手に騙されちゃうなんて。ここで死ねば安らかなる終焉を迎えられる。ゆっくりと眠れ。邪魔をするな。彼女はここで死ぬべきだ。死ぬべきなんだ。私がダーカーになっちゃうのなら、
私は、私を。消去する。でも、でも残念だな。本当残念だな。もっとあなたにいろいろ教えてもらいたかった。いろんな話聞いてみたかった。おしとやかに可愛らしく、そういうのもやってみたかった。やっぱりだ。知らないこと、やりたいこと、いっぱいあったんだな、私。ねえ、私、みんななんてよくわからないもの、守れなくてもいいから、あなたの隣で、あの場所で、普通の女の子になってみたかったな。なんて力の本流、このままじゃ戻れなくなる。なら無理やりだ。何があるかわからない。備えて。皆を救うためだった。彼女は私の演者として、私の願いに応えてくれていた。全てを話すつもりだった。彼女の力によってダーカーを消し、安寧の世を手に入れるはずだった。しかし私のしたこと、人の子を不幸にしただけだった。私は観測者でしかない。私には何も変えられない。変えることはできない。これ以上は伝えられない。私は伝えることを諦める。ルーさん、誰にもこのシーンとこの顛末を理解させないため、私は全てを受け継ぎ、私自身の私を閉ざす。記憶も言葉も何もかも、彼女を救えるのはあなただけ。私はあなたを待つ。あなたを待っている。今見てきたのが10年前の真実。
アプレンティスの撃退、ペルソナの襲撃、それを経た上で彼女は今まで食らってきた闇を解き放ちかけた。それを止めるために自らの手で自らを消し去ろうとしたか。それと期間中に聞こえてきたシオンの思い、10年前の記録が全て消されていたのは彼女のことを調べさせない以上にシオンが忘れたかったんだ。そしてマトイが10年後今この時代に来てしまったのは僕たちのせいだ。僕たちの帰還に巻き込まれ記憶と力を失ってあそこに。僕はこれから客観的な話をする。怒らずに聞いてほしい。10年前の彼女が見せた反応、あの体から吹き出していた闇はこれまでのものとは違っていた。ダークファルスすら火じゃない、圧倒的なまでのまがまがしさ、深淵にすら至るほどの。彼女がそれになる可能性があって今この時点ではまだそうなっていないというのなら、今のうちに彼女を殺しておくのは決して悪い手段じゃないよ。二人ともどうしたの？そんな怖い顔して。まとい。うん？いや、なんでもない。なんでもないよ、マトイ。もう、体は大丈夫なのかい？うん。フィリアさんのお墨付き。だからさ。久しぶりに、いろいろお話ししよう。私、もっと、もっと、いろんな話を聞いてみたいんだ。
やめようよ姉ちゃん、危ないって。もうアフィンの弱虫放っておけないでしょ。大丈夫？